フロリーヌ・ラングウェイルは、フランスの美術賞、収集家である。フランス・アルザス地方のヴィンツェンハイムの貧しい、ユダヤ人の家に生まれた。1881年に両親が没した後、パリに出て、アルザスの特産品を扱う、いとこの家に住んだ。パリで骨董品を商う25歳、年上のボヘミア生まれのシャルル・ラングウェイルと、知り合い1885年に結婚し、二人の、 娘を設けた。一人は画家となるベルトヌフラールである。夫は経済的に安定した生活をもたらしたが、1893年に夫は家を出た。ラングウェイル夫人の二人の娘ジャック・エミール・ブランシュ、フロリーヌ・ラングウェイルは商売にならない骨董品の仕事から中国や日本など極東の美術品を扱う仕事に変え、ジャポニズムが 熱狂的になっていたことを背景に有名人を顧客に持ち、仕事は大成功を収めた。近代的なキャバレー、シャノアールの舞台監督として有名になっていたアンディ・リビエールとも親しい友人となった。地方やロンドンに娘たちを家庭教師に預けて出張し、10年ほど経った1903年には新しい店を買い、開業した。 フランスの博物館の会員のアーセン・アレクサンドルは開業時にその店を商売のための店というより魔術的で国際的な女主人のいる千代人よ物語の家のように感じられると評した。ラングウェールは極東美術の専門家として尊ばれ、いくつかの出版物に専門家として意見が引用された。さらに10年経った後の1913年に、 豊かな財産を築いて仕事から引退した。ホテルであった建物を購入し、美術コレクションを収納し、そのホテルに住んだ。故郷であるアルザスに貢献するために、1914年にコルマールにある美術館に極東の美術品を寄贈した。第一次世界大戦が始まると、避難民の救援や自宅に負傷者のための病床を設ける活動や、1916年に パリの芸術家を集めて、義援資金を得るための展覧会を組織した。その後も、アルザスをモチーフにした数冊の絵本で知られるアンと、共に、アルザスの教育のための賞の資金を寄付するなどし、1935年に、レジオンドヌール勲章を受訓した。第二次世界大戦が始まると、ユダヤ人であったラングウェイルは、娘夫妻とトゥールーズに逃れ、ドルドーニュに家を買って隠れて過ごした。 アンリ・リビエールもこの家に住んだ。コレクションはドイツ軍に押収され、1949年に芸術会副委員会によって返還された。ありがとうございます。